ちは、ラコードハッピー結婚しようチャンネルです。いつもご覧くださりありがとうございます。前回は植物の効果がすごすぎるというお話でした。今回はハスと睡蓮の違い、仏教とハスのお話です。実はね、先日埼玉県行田市の古代ハスの里に撮影に行って、ハスのね、葉っぱのね、シャワーを見て結構感動したので、ハスについて調べてみたのです。ハスと睡蓮の違い、名前も形も似ているハスと睡蓮を見分けるのは、特徴をね、理解していないと意外と難しいですよね。一番の特徴は水面と花の距離が違うところで、花の咲く夏であれば見分けはより簡単です。ハスの花は水面から1メートル以上高くまで花茎を伸ばし、高いところで花を開花させます。画像でも一目瞭然ですよね。一方の睡蓮の花はほぼ水面、もしくは水面よりちょっとだけ高いところで花を開花させます。葉の形が違う。花の咲かない季節は葉を見れば簡単に見分けられます。円形の形で花と同じように水面から距離があり、表面に艶がないのがハス。光沢があって大きく切れ込みが入っていて、水の上に浮くように葉っぱがついているのが睡蓮です。ハスの花咲くタイミング、ハスの名所に訪れて見たもののあまり咲いていないって思ったことはありませんでしたか？実はね、ハスの花には午前中に咲いて午後にはしぼむという特性があるそうです。これを 3、4日繰り返して、その後花びらは散ってしまうそうです。ハスの花には香りがある。ハスのね、花の香りは香水やね、バスソルト、アロマオイルとして世界中で愛されているそうです。少しね、甘くてみずみずしさがあって、どことなくね、異国情緒を感じさせるような香りです。花にかなり近づかないと香りがしないそうです。ハス池にね、訪れた際、もしね、近くに咲いているハスの花がありましたら、ぜひ顔を近づけてクンクンとしてみてください。ハスの葉、ハスの葉は水をはじく特殊なね、構造をしています。雨上がりの後は雨水がね、ハスの葉の上に溜まってふるふると踊っていたり、滴り落ちる様子を見ることができますが、見たことありますでしょうか？このハスの葉が水をはじくことをロータス効果って呼んで、これによって生育環境が泥の中であるにもかかわらず、ハスの葉は常に綺麗な状態が維持されています。日本ではお盆の時期にぬかえびや送り火の際、火を消すための水をね、ハスの葉に溜める風習もあるそうです。またハスの葉でもち米を包み蒸したものや、ハスの葉にね、お供え物を乗せてお皿代わりにして捧げる地域もあるそうです。仏教とハス、蓮華のごとく仏教のね、シンボルの花はハス。極楽の絵にはハスの花が描かれ、仏様はね、ハスの花の上に座られていますよね。ではなぜ極楽にハスの花が咲いているのでしょうか？それはね、阿弥陀経というね、お経に書かれているからなんだそうです。仏教のね、シンボルのハスには5つの徳が備わっているそうです。この5つの特徴を私たちが持てば極楽に生まれることができると言われているそうです。1、汚泥不染の徳。ハスは泥の中で育つけれども、その泥に染まることなく綺麗な花を咲かせます。私たちもどのような厳しい環境にいたとしても、心の中は正常に保てるということを表しているといいます。一景一花の徳。ハスの花は一つの茎に一つの花を咲かせます。私たちは唯一無二の存在です。誰の代わりでもありません。自分自身をしっかりと持って
人生を謳歌しましょうということらしいです。かか、同時の徳。蓮の花は花が咲くと同時にね、種ができているそうです。生まれた時からすでに、ね、誰にでも仏の心が備わっているといいます。仏の原石は備わっているのできちんと磨きましょう。実際にはね、花が咲くと同時に種ができるわけではないようです。ここで重要なのは植物学的な正しさではなく、そんなねことを思わせるぐらい蓮の花は神秘的だということだそうです。一花多花の徳。一つの花にはたくさんの種ができます。自分の悟り、開花がね、たくさんの人を幸せにできます。お釈迦様もね、ご自身が悟りを開かれた後に生涯その悟りを人々にね伝え歩きました。だから仏教として今にも伝えられているそうです。中古下直の徳。蓮の茎は外は硬いが中はね空洞です。レンコンのような感じですよね。その茎が太陽に向かって一直線に伸びます。私が私がというね、我を空にしてしっかりと悟り、太陽へ向かう努力をしましょうという意味だそうです。以上ね、蓮華のごとくだそうです。なぜ蓮の花なのかと言いますと、蓮のね花の5つの特徴が正しい信心の、ね、特徴に合っているからなんだそうです。生きている時に正しい信心を得た人は極楽の蓮の台に忽然と生まれると説かれているそうです。お釈迦様や仏様のイラストを探しましたが、多くがね蓮の花の台座に座っていたり立像だったりしました。仏像などもご覧になる機会があれば、その辺もね注目してみてください。それでは今日はここまでで、最後までご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。コメントなどもいただけますと励みになります。